はい、どうもこんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2の0でございますね。続きから再開していきましょうか。第2章になって、第1章で探索した内容がほとんどリセットされちゃったこの状況から始まってるんだけど、今はとりあえずね、この井戸の蓋を開けることが多分できるんだよね。開ける手段を探そう。調べても何も起きないからね。あれ？起きたわ。ちょっとこのカメラアングルやめて、マジで。マガマガしい容器みたいなものが出てたんだけど、急に掴まれたり、やめて。髪の毛の長い女が這い上がってきたりとかするのかな。あ！ちょっと顔半分崩れてるやつが上がってきたんだけど。37式フィルム。回復アイテムに余裕がないから。いけ！ナイスー！今のはよかった。今のはよかったぞ。あ、ママー！やばいって！距離取って！まずいだろ！あぶねえ！あんまり距離取りすぎると良くないな。うおっ！貴様！くらえ！ああ、びっくりした。え、別の場所が映り込んでいる。俺今の場所見たことあるんだけど。急にアップになってびっくりしたんだけど。だけど泣いてるのちょっとかわいそう。遅いよ。遅いよ。何が遅いの？チロ？よってして。早漏よりかはいいと思うんだけど。さ、またアホなこと言い出す男。で、これは？青い国籍ね。裏側はどこかに差し込むような形になっていると。差し込む場所を俺は知っている。勝ったなぁ。勝ったのか。はははは！あ！霊現象なんだけど。着物の女？ポイントになってる。一回ちょっと確認してみよう。12000で何かサブアビリティを解放できるかもしれない。特殊機能ってなんだろう。一つもないよね。何も表示されてない。今はこのサブアビリティで、補助機能。お、一定時間霊の姿を見えやすくする。これが解禁できるようになったんだけど、どう考えても、他の4つに比べるとインパクトに欠けるんだよね。もう少しポイント貯めるか。一定時間霊の動きを止める。霊の動きを遅くする。このあたりが有効活用できそうな気がするんだよね、かなり。今まで出てきた霊のね、動き方を見る限り。姿見えやすくなるのももちろん大切なんだけど、今はもう少しポイント貯めましょう。心霊現象をこまめにフォーカスできてれば、このぐらいの時点でも、どれか一つは入手できてもおかしくないぐらいポイント溜まってた可能性はあるんだけど、残念ながらね、ゲームのシステムを理解するのに時間がかかったんでね、ポイントに乏しいわ、今。ポイントと回復アイテム交換できればよかったのに。身も蓋もないことばっかり言ってるけど。あ、また後ろ向いちゃった。これがあるんだよね。罰さえ落ちてればとりあえず前進してくれるっていうことを早く体に叩き込まないといけないんだけど。え、敵？ちょ、逃げていい、逃げていい。
追いかけてくるのかな。あ、追いかけてくるね。まずいだろう。結局の話、敵から逃げ切ることはできないっていうこと？このゲーム。あ、さっきのやつだ。うーわ、背筋凍るわ、これ。マジ？え？こう、ちょ、怖い怖い怖い。じゃねえか今の。え、動き早いよ。ちょっと待って、これ無理なんだけど。普通に考えて、やば、またこいつが出てくるなんて。え、なんか攻撃避けられるよね、これ。どういうことだろう。操作次第じゃ敵の攻撃を避けることができるのかな。動きが早すぎてさ、これこっちの動きが緩慢なのに、いないいないって言ってる。ひょっとして俺の走る足音に反応してんのかな。違うっぽい。違うわ、無理。あ、広いとこ行くか。こっちで立ち回った方が良かったわ。あ、一気に来るか。回復アイテムなくなる。喋れないんだけど、本当に申し訳ない。わっ、ごめん、これ無理。このゲームむずいわ。うわ、ダメだ。うわ、どうしよう、これ。セーブしちゃったんだけど。アルバムモードって何？え、タイトル画面に戻る？こんなところからやり直さないといけないの？じゃあやっぱりセーブポイントからでやり直しなんだ。うわ、きついな、これ。プラン練り直さないといけないな。これ頭からやり直すまで出てきたんだけど、真面目に。ここまで回復アイテムかなり無駄遣いしてるからね。これは由々しき事態になってきたな。これでイベントカットはできるか。よかった。これでイベントカットもできなかったら目も当てられなかったんだけど。わあ、今の間に合わねえか。反応重要だね。ないんだよね、俺にそれが。これ難易度 EG とかないのかな。ああ、ちょっと操作が、操作が。あの、移動と視点移動を同時に行おうと思ったらスティック操作にはめられる、このゲームは。こんなところで回復アイテム使ってる場合じゃないんだけど。きついな、き
ついぜ。どこにいる？お、近い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 。なんかな、なんだかな。ここがスキップできないんだよね、このぐるぐる回ってるところ。で、ここでしょ。で、こまめに心霊現象を取るときだけはこの雑魚フィルムにしといてね。で、女は映るんでしょ。これひょっとして映しちゃいけないのかな、それともこれ映したからさっきのやつ出てきたのかな、どうなんだろう。とりあえず回復アイテムがないかだけこっちの方も調べといて。ないね。鳥居があるところまで行ったらまたよからぬことが起きる可能性があるから行かないでおこう。一回セーブしとこう。こまめにセーブするわ。意外ときついリプレイ地点が。まあ昔のゲームの方が今のゲームと比べるとね、この辺り不親切っていうか、それが逆に難易度向上に一役かかってるんだけど。それはそれでよしとしよう。緊張感があるからね。間延びもするけど。間延びばっかりしそうなんだけど、今後の展開。やばいわ。先が思いやられるんだけど。歌みたいなものがまだ聞こえる。さあ、再びここへ。どうしよっかな。出てきたところを一発取ってひるませたところで、扉開けて、で、さっきゲームオーバーになったあの広いところにね、出ようかな。あ、しまった、しまっちゃった。もう少し直感的な操作ができればよかったんだけど。ちょっと、こういう、こんな感じね、直感的な操作ができないんで。だからこそ敵から逃げたりとか、写真撮ったりとかするのに手間取るんだけどね。きつい部分ではあるが、それはね、次回作で改善されていることを、切に願うわ。まだ説明書すら見てないからね。ここで出てくる！一回戻るか、一回戻って、うっせやろ！ちょ、通してくんない？え、俺今霊に引っかかった、壁に引っかかっただけだよね。走って走って、うわ、やっぱりこいつ見えてないのかな。挙動的にはそんな感じがするよね。今のうち扉開けちゃう。え、ない、あー、貴重な霊石が。開けてよ早く。これ攻撃食らうのと食らわないのの違いがよくわかんないんだけど、たまにダメージ受けないときあるよね。なんでだ。一気に取っちゃおう。あ、ダメだ。なるべく動かずに取った方がいいのかな、この人。明らかに走らずに移動してる時の方が動きが鈍いような気がする。捕捉される条件がよくわかんないんだけど。さ、これをどこに使うか。ヒブロ邸の
紋章の扉を開けるための鍵みたいなやつ。ここにも確かあったよね。ここはまだ行けないのかな、それとも。一応調べてみるか。あ、ここはまだひび入ってるんだ。つうことは、ここを開けることができるのは3章以降ってことになるのかな。うわぁ。それにしてもあの目から血を流してる女。強敵だね。自分の足音が小さくなったりとかするスキルないのかな。言いたい放題の男。じゃあ戻りましょうか。戻ったところにあるんでね。はめ込むところが。また霊出てきそうだけど。ここはちょっと神聖な場所なのかな。ここにまだ敵出てきてないよね、この部屋。で、こっちだったよね。セーブポイントがあるところは安全っていう説が崩壊してるからな、このゲーム。だから油断は禁物。もしかしたら高峰さんが出てくるかもしれないからね。高峰じじいが。なんとか、セーブポイントまで来たら一息っていう感じだなぁ。やれやれ。じゃ、謎解きじゃない謎を解いていきましょうか。以前この扉を楽勝で開けることができたんでね。同じような扉出てきたんだけど。で、今回ひねらされたらどうしよう。これ道なりに、動かしていけば、普通に、あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってね。これ少し考えないといけないのでは。あ、そうだよね。ちょっと工夫が必要かもしれない。わかんないな。ちょっとカットするかもしれない。解けたな。これ動かせる位置と動かせない位置の法則がよく分かんないんだけど。あーっと、これは少し怪しい感じが漂いますね。長い通路。アイテムないかな。なんでこんなろうそく揺らめいてんの。風出てんのか、屋内なのに。取って取って取って、無理だわ。あの後ろ姿は誰だろう。また扉か。謎解きの扉。お、兄のメモ。あ、兄か。白いシャツだしね。屋敷の様子が変化している。どうやら霊たちは私を過去に誘っているようだ。霊の力により屋敷の一部が過去の姿に戻り、その時代の霊たちが動き始めている。そういうことか。意味不明なんだけど、この屋敷で何があったというのか。霊はそれを私に見せてどうしようというのか。今じゃあこの屋敷の昔の姿っていうことで、だから割れてた紋章の扉に行けなくなってたりとか、そういう風になってんのか。これは行ったことない場所だけど、なんとなくわかるよね。多分この大間ヶ淵のこの先端の部分じゃないかな。ここ行けるようになってるっていうことか。じゃあ橋が。現代だとこの橋みたいなところ崩れて行けなくなってるよね。これ戻るときに出てくるの絶対。アスカートの中見えねえかな、これ。愚かなことばっかり言ってると、
前から来るか、やめて、来なかった。敵が出てくるかどうかにはある程度ランダム性とかあったりするのかな。うっ、チッ、扉の閉まる男にびっくりしちゃった。よし、そしたら声裏返っちゃってるけど、セーブして今回はこの辺で終了にしようかな。はい、ふぅ、カロリー使うわ、このゲーム。はい、というわけでありがとうございました。